ハロー YouTube ニーハオヨークワンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、トップオブバイリンガルの僕が皆様にね、中間ニュースではなくて、今回はね、ミャンマーのニュースについて、お話ししようと思います。相変わらずね、このミャンマーの件についてもね、日本のマスコミは、情報が遅いばかりか非常に偏向報道ばかりなので、皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして、ミャンマーのニュースあんまりやらないんですけども、一応登録とかしといてください。サブスクライブしといてください。ですね、この、アウンサンスーチーさん、拘束されてしまいましたよね。また軍部に、拘束されたということで、いつもの通りね、多分日本のマスコミとかは、この軍部はなんでこんなに悪いんだと、そういうふうに報道してると思うんですけども、まあね、そもそもがね、このアウンサンスーチーさんっていうのが、アメリカとかね、イギリスのね、スパイなんですよね、彼女そのものが。で、彼女の旦那さんっていうのが、そもそもね、MI6 だっていう話があるんですよね。MI6 じゃなかったとしても、そもそも旦那さんがね、イギリス人ということはね、確実なんですよね。で、彼女はほら、ノーベル平和賞を取ったじゃないですか。まあ、ノーベル平和賞っていうのは、要はね、欧米が世論を操作するのに、うまく使う賞のことですよ。ノーベル平和賞に関してはね。で、ノーベル平和賞を取ったか、ノミネートされたかっていうことで、怪しい人物っていうと、マザー・テレサね、なんかどっかの、極悪って考えられている軍事政権から、資金もらっていたとか、マザー・テレサね、実はね、一切 の治療してなかったんですよね。だから、もうすぐ死にそうな人をなんか自分のなんとかな何院っていうのかな、病院じゃないよね、そもそも治さないんだからね、その自分の施設に入れて、なんていうの、あなたは神に召されるのよってずっと横で言ってただけっていうのがこのマザー・テレサなんですよ。で、マザー・テレサはそれでいいって言って医療を否定していたんですけども、自分が心臓病になった時にはしっかりと手術をしたという人物なんですよね。だから自分がなんかほら心臓病かなんかで死にそうになった時に、横からこう あなたは天に召されるのよとか、そういうふうに言ってもらっていたりはしなかったというのがマザー・テレサなんですよ。インチキ臭いということで、キリスト教系 の、ね、インチキっていうかね、インチキなんだろうけども、なんか本人が本気なのかなっていう面もあるんで、そこら辺はちょっとよくわかんないですね。あとは僕がいつも言ってる、ダライラマね、ダライラマについてはそのダライラマ本人がね、主張していっていることを認めていることが、欧米のマスコミが宣伝する内容と違うといった、人物で、実はね、ダライラマ の実のお兄さんはね、中国国民党の、将校かなんかで、中国国民党の将軍との娘と結婚していて、でダライラマ本人もそのチベットはね、中国の一部だって認めているという、そういった人物なんだけども、その欧米のマスメディアはね、全く違うように報道していると、そういった人物であります。で、そのマハトマ・ガンジーさんいるじゃないですか。マハトマ・ガンジーさんはね、政治的にはともかく晩年ね、ハーレムを作ったという、そういう人でなんで、それはいいかというわけでね、このアウン・サン・スー・チーさんね、どんな人物かっていうと、旦那がおそらくは MI6 と、MI6 じゃないとしてもイギリス人であると、そういった人物でありますね。で、このアウン・サン・スー・チーさんね、そもそもが3歳の時にこのビルマを離れてですね、ずっと海外にいたんですよ。大概がなんか、イギリスとかね、ニューヨークにもね、だいぶいたんですね。確か、オックスフォード大学出て、オックスフォードの大学出た後に、ニューヨークで暮らしていたと、そういった人物らしいんですよね。ニューヨーク大学で、国際関係論を専攻して、いると、そういう感じですね。旦那さんの名前出てますね。旦那さんの名前はですね、オックスフォードの後輩で、
当時ブータン在住だった、チベット研究者 の、 マイケル・アリスさんという人ですね。はい、それでそんな感じでね、うだうだしてたんですよね。結構ほら、オックスフォード大学に行ったりとか、ニューヨーク大学に入ったりとか、家が金持ちじゃないと確実にできないんですよ。ものすごくお金の余裕がないと。はいはい、まあ、そんな感じでね、だいたいね、彼女ね、生まれてから、3歳ぐらいで、ビルマを離れて、40年間海外にいました。で、1988年に、母が危篤との知らせを受けて、ビルマに戻ったと。だから40年間多分たまに帰るぐらいで多分ね、ビルマにほとんど住んでなかった人なんですよ。だから人生のほとんどが海外な人なんですよ、彼女は、でそれで民主化運動を始めたと。これでね、確かね、日本の大使とかが、実はね、内情を知っていて、これ今日本のマスコミだと基本的に軍が悪役で、ほらこのアウンサンスーチーが善っていうことになってるじゃないですか。実はそうではなくて、軍の方も軍の方なり の、 言い分があって、やたらとね、民主化されたりとか、アウンサンスーチーにコントロールされたら、欧米にね、要はね、ミャンマーの中に、石油と天然ガスが あって、その石油と天然ガスをね、多分アメリカと、イギリスが欲しがってると、そういった話なんですよね。それでアウンサンスーチーさんがこうデモをすると。でもね、なんか許可取らずにやってたらしいんですよ。許可取らずにやって、それでね、軍部がね、ちゃんとしてくださいって来ると、なぜかそこをね、欧米のメディアがね、軍部に取り囲まれてるぞとか、そういうふうにね、報道してしまうと、そういったキャラなんですよね。で、アウンサンスーチーさんはですね、それでですね、なんか皆さんね、これ考えてください。アウンサンスーチー、そんなにひどい軍部なのに、なんで今の今まで殺害されてないのと、それ考えてくださいね。あとはほら、あと自宅軟禁って言われてるんですよね。で、自宅軟禁されているって言うんですけども、彼女の自宅っていうのが、そもそもね、確か、アメリカ大使館とかね、イギリス大使館の、すぐ隣の、豪邸らしいんですよ。で、その、自宅のすぐ裏には巨大な湖があるんですよね。多分ヤンゴンですごい有名な湖があると。そういったね、超環境のいい場所でね、出国していいとも何回も言われてるんですよね。確かね、ノーベル平和賞、このノーベル平和賞そのものがね、そもそもインチキなんですけども、ノーベル平和賞を受賞した時に、軍部は行っていいですよって言ったらしいんですよね。ひょっとしたらね、そのまま帰ってくんなっていう意味かもしれないんですよね。それとですね、彼女のそのアウンサンスーチーさんの旦那さんね、マイケル・アリスさんがね、癌で死にそうになった時に、そのマイケル、軍部に言わせると、そのマイケル・アリスさんはイギリスの MI6 の、スパイだから、ミャンマー国内に入れることはできないと。でもこのアウンサンスーチーさんが会いに行くのは別にいいよと、そういうふうにね、許可したんですよね。それをですね、軍がその、このアウンサンスーチーさんを、監禁していたために、なんていうの、とうとうその悲劇の2人は、最後会えずじまいで、旦那さんの方は死んでしまったと、そういったストーリーになってるみたいなんですけども、なんか実はね、なんかこの時点でこのアウンサンスーチーさん、その旦那に対する気持ちがなくなっていて、どうでもよくなっていたっていう、話なんですよね。で、軍部は要はね、アメリカからね、アウンサンスーチーさんに、
お金とかね、物資とかたくさん来てたらしいんですよ。で、軍はそれを差し押さえて、ミャンマー国内の、メディアではね、言っていたらしいんですよ。発表していたんですけども、それをね、意図的にその欧米のマスメディアとか、日本のマスコミとかは、報道しないとかね、そういったことをね、やっていたみたいなんですよね。あと、ちなみにロヒンギャの問題ね、これもね、もう本当にね、どっちがいいかわからない、どっちが悪いかわからない。みんなね、なんかどっちかが善、どっちかが悪に従うんですよね、とにかくね。この世の中には悪と悪のバトルっていうのが、たくさんあるんでね、ぶっちゃけね、どっかの政府が、なんかの少数民族をジェノサイドしようとしてるとか、虐殺しようとしてるとか、それそのものが嘘であったりとか、小競り合い程度であったりとかするんで、それでも本当ね、現場行ってね、実際どうなのか見ないと分かんないはず。それをしないで、なんか適当にこう日本のマスコミから聞いた話で、怒ってる人ね、なんかあれ、なんかすごいなんかかわいそうだよね。バカらしいよね。ああ、完全にマインドコントロールされてるなって。だからなんかはるか、なんか外国で起こったことに対して自分で全然確認取れないのに怒り出す人たち、とかあなた人生そんな暇なのって、もっとリア充になりなよって、僕は思うんですよ。だからこのほら、今回のこのアウン・サン・スー・チーさんの件も必ずしも軍部の方が悪いとも言えない。で、アウン・サン・スー・チーさんはアウン・サン・スー・チーさんで、そのバックがあるんで、分かりやすいバックがあるんで、そもそもほら、人生のうち、3歳から40年間、ほぼほぼ海外にいたっていう、人物なんで、相当怪しいと、ね、思われるんですよね。そんなわけでね、なんか皆さんあんまりね、この件に関して感情的にならないことをおすすめします。なんかね、こんなことあってんだね、へえぐらいで、流しておくのがなんか一番いいんじゃないかなって思います。はい、今日のね、この動画がいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再見。